男は夢を見る。偉業を成し遂げ、歴史にその名を残すことを。やがて望みは消え、心も凍り、美酒は杯からこぼれ、炎は消え去り、いつか青春は去る。人生ってのはそう簡単にはいかないもんさ。だが問題はメリーポピンズなんだ。あの女がこの家に来てからおかしなことばかり起こる。メリーポピンズ？そう、あいつのせいだ。平和な生活、模範的。彼女には問題ばかり。人生の希望もすべて消えた。苦い思いだけ。すべてメリーポピンズがやったことだ。彼女だったらよく知ってますよ、メリーポピンズ。この歌がお箱だ。砂糖ひとさじある、それだけで水とパンが変わる。ティーとケーキ、それが一番の問題なんだ。ただのパンと水をお茶とケーキに変えてしまう。そのせいで我が家はめちゃくちゃだ。砂糖ひとさじあれば問題ない。毎日飲んだら元気で。苦労が忘れられるからね。あの女が私に何をしたと思う。私を騙して子供を銀行に行かせた。それがゴタゴタの元だ。あんたを騙して子供を銀行に行かせた。そうだ。ご冗談でしょ。あんたみたいな大人物が騙される。アホらしい。あんたはさ、高い地位にあるお偉いさんで、みんなから尊敬されている。だから子供の涙拭いてやる暇もない。そして子供たちが微笑んでも、パパには暇がなさすぎる。待ってくれよ、私は別に。まあ聞いてないよ旦那。いつもバリバリバリ働く幼い時は過ぎて、いつか大きくなると去ってゆく。その前に与えなさい。ひとさじの砂糖があるだけで、苦い薬も飲めるのさ。そんじゃ、これで失礼。お邪魔しました。